皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今夜もディスウォーマインやっていきたいと思います。アントン、いないな。休んでる？どうだった？静かな夜。あ、アントンの調子はずっと良くなっているようだが、様子を見てみようか。あ、でもよかった、ちょっと良くなってるんだね。アントン、お腹空いてる？あ、でも寝てるね。軽症、まあ今治療中だもんね。そうだな、じゃあブルノに、ちょっと作ってもらおう、タバコとかね。でお父さんは日課の娘と話をして、あ、そうだ、娘にご飯をあげようか。うん、何か食べないと。ごめんね、ちょっと缶詰しかないけど。先に缶詰食べて。でちょっと料理、うん、先に料理作りましょうか。で、お父さん、あ、娘と話しよう。うん、で、ブルノに今食事を作ってもらって、あ、お酒もこれできてるね。じゃあお酒もう一個作りましょうか。よし、まあブルノの食事は明日かな。で、これを蒸留しまして、もう一回車庫に行ってもいいのかな。でこれでブルノに作ってもらったら、寝ましょうかね、ブルノは。うん、でもお父さん、ブルノが休んだ後に休みましょうか。よし。で、娘との会話、うん、大丈夫だよ。さあ、そして、こちらニュースを先に聞こうか。特にこの近くに何かあるみたいだね。ああ、これ昨日と同じだ。ん？さっきと同じやつかな。まあ毎晩危険ってことだけはね、ちょっと覚えて。あ、ん？人道支援物資のおかげでコーヒーをボコレンで再び見ることができるようになりました。高価なもので、あることは変わりませんが、略奪の起きるほどにはなっていませんと。うん、そっか、じゃあコーヒーは高騰してたけど、まあ、それがちょっと、軽減されたってことかな。あ、なんだこれは。ん？日に日に気温が下がってきてるか。電気の通ってない地域にお住まいの方、焚き火の用意ね。うん、確かにちょっと寒くなってきてるからね。これで終わりかな。よし、じゃあ、お父さん、これアップグレードしよう。もう材料足りてるよね。よし、アップグレードできるかな。あー、よかった、できるね。いや、それにしてもこの電子部品がね、取引の際に相当高く売れるのは本当にありがたい。さあ、ここをアップグレード。さあ、どんなものになるかな。ちょっと楽しみだな、これ。あ、娘が一人遊びしてもらうか、娘には。うん、ここで遊んで。お父さん、ちょっと仕事で忙しいからごめんね。さあ、これでどうなる、何が作れるようになるんだろう。それが楽しみ。来た、前回はこんなにアップグレードしてなかったからね。粗末なコンロ。あ、ここら辺変わってない。ん？蒸留器。あ、蒸留器。あ、でもアルコール作るやつだよね、変わってない。ん？子供用の木材とこのおもちゃのやつがある。トイボックスだからおもちゃ箱ってことか。ドアの補強か。あ、これぜひとも補強したいね。シェルターの穴や壁にバリケード。そうだね、これいいかもね。だけどガラクタと木材がないから、商人の人が来たら積極的にって感じ。ん？これは加熱ランプ、そしてミキサー。これ欲しかったやつじゃないかな。あ、全部この部品でできるんだ。でミキサーと、温度計が欲しかった。ちょっと先に温度計、この暖房を改良しよう。よかった、ちょうど材料が足りたからね、本当にありがたい。で、先にこちらね、作りましたらアップグレードさせていただきましょうか。あとは商人の方がね、早く来てくれるといいな。取引できるものがね、たくさんあるんだけど、食べ物も今はね十分あるから、ぜひとも取引したいな。で、ちょっとね、こちら、あ、物資を盗まれたせいであの人たちがどうなったか。ガラクタが足りないか。よし、じゃあ次はガラクタを取りに行こう。うん、建設現場とかかな。まあさっきの親子のところに行ってもいいんだけど。で、ミキサーか。うん、これを作ろう。
で、これを作ることでこのハーブ台がねアップグレードできるんじゃないかな。一旦ちょっと見てみましょうか。そしてガラクタ不足だから、まあ、夜のうちはねガラクタを取りに行くと。でもうちょっとしたらブルノ起きてくれるかな。2時とか3時ぐらいに起きてくれるかな。お父さんも疲れてるからね、ちょっと交代して休みたいね。あ、お酒できた。それ先に作って、じゃあまず先にお酒を、蒸留したものをね、もう一回、作りましょうか。でお酒を手に入れて、お水と砂糖。あ、ちょっとお水が少なくなってきてる。お水どっかで仕入れてこないとこれはまずいかもしれないね。さあそして、ちょっとね蒸留させていただいて、よし。で、あとはアップグレードできるか見てみましょう。こんなことしてまで生きる価値はあるのと自問自答してる。あ、これが足りなくなっちゃった今度は。でガラクタと木材があればさらにまた改良できるか。で、こちら側はどうしようかな。バール、あ、でもガラクタを使っちゃう。ここら辺はやめておこう。で、ちょっとブルノと交代して、アントン良くなるといいな。でブルノと交代して、ブルノ何かちょっともう一回作れないか見てもらいましょうか。さあどうかな。ガラクタ、木材、電子部品か。食べ物が欲しいって言ってる。どうしようかな。フィルター、食べ物欲しい。じゃあご飯食べよっか。ブルノ空腹だよね。昨日はご飯食べなかったからちょっとお腹空いちゃったよね。じゃあ今日は食べて、大丈夫だよブルノ、心配しなくてもご飯はいっぱいあるから。よし、でもう十分と。で、一旦ここ薪をちょっとくべておきましょうかね。なくなったら寒くなっちゃうから、もうちょっと入れとこうかな。5つぐらい、まあこれぐらいあれば。あ、でも温度がすごい上がってる。21、22度、だいぶ暖かくなったみたいだね。で、何をしようかな。特にやることがねないんだけど、ラジオもさっきお父さん聞いたし、ね、あ、お父さんに話しかけに行ってる。娘はどんな感じ。悲しいか。でもお父さん休まないといけないから、ごめん。十分寝れた。あ、よかった。じゃあ娘と話そう。大丈夫だよ。で、ブルノがねお酒がもう少しでできるから、盗まずに必要なもの。あ、アントン、ご飯食べて。アントン、よく休めた？空腹でしょ？ご飯食べて。で、まあ、下で二人は会話してると、タバコがあるのがせめてもの救い。あー、そっか、ブルノはタバコを吸うんだね。で、ブルノにちょっと料理を作ってもらって、これね、燃料が足りないな。いや、これ燃料がなくなってきちゃったな。あ、ちょっと待てよ、アントン、お酒が、お酒、どうしよう。今日交換しに行ってもいいのかな、市場の方に。物々交換、あとはまあ病院とか行ってもいいのかな。で、ブルノ大丈夫かな。どうしよう、お父さんがちょっと空腹だからね、お父さんにご飯を食べさせてあげたいな。娘と会話中、大丈夫かな。で、アントンが、そっちまで降りてたか。だいぶあったかいね。5個も入れたせいかな。あ、また休んで。やっぱ疲れてたみたいだね。で、お父さんが、ご飯食べようかな。食べれるかな。ちょっと間に合いそうにないけど。今日はね、そうだな。やっぱり物資。夜と。さあどこに行くか悩むけど、ホームレスのところでもいいのかな。物資がたくさんあるか、邸宅、これ盗まないといけないもんね。またはこの聖マリー病院行ってないからね。物資をくれたり物々交換に応じてくれると、廃墟とかしているものの物資が見つかる。あ、危険性はあるけど、それでも物々交換しに行く価値はあるかも。じゃあ2人にまず警戒してもらって、で、まあ、娘には寝てもらう。そしてお父さん、よし、聖マリー教会に行ってみましょうか。で、薬を持ってった方がいいんだよね。これぐらい持っていきましょうか。
あとはまあちょっとお肉1個だけ持ってこう。うん、であと必要なのショベル必要かな。ショベル、お肉はいらないかな。ショベル、バール、うん、これでいってみよう。さあどうかな。これでガラクタと木材がねもうちょっと欲しいな。子供の時はよく親に連れてこられたなと。ああそっか、教会だから。で、物資の方、ああよかった、ガラクタだ、ありがたい。で、ガラクタはまず全部、そして木材もちょっと手に入れてと。で物々交換できるのかな。あ、ここにもガラクタ、何があるんだろう。ただのガラクタかな、それとも、いやただのガラクタのようでした。でもちょうど欲しかったから、うん。で一旦ちょっとスロット開けとこうか。3つぐらいスロット開けといてから、まず先に交換できるんだったら交換したいな。この先に、あ、襲撃を受けたので物がもうない。うん、あー、どうぞ静かに。か、この下は、あ、取引、取引できるの、いいの、取引したい。取引、そうね、この薬と、あ、お水もある。お水と砂糖は全部いただきましょうか。そしてね、必要なもの、そうだな、ガラクタとかがいっぱいなんだね。どうしようかな。ここら辺も欲しいね。ダメか、これじゃ欲張りすぎなんだね。まあここら辺ちょっといただこう。これなら交換できる。でももっと欲しいんだよ、できれば。木材、ガラクタか。ちょっと薬系はいただきたいので、いいもの持ってる、羨ましいと。よし、これなら交換か。もうちょっと持てないか、ダメか。こんなに持てる？空きスロットあるのかな。あー、そんなに運べないよね。一旦じゃあちょっとこれトレードをもう一回し直そう。うん、ちょっと一旦これ置いて、もう一回来ます。気が変わることを祈っている。そうね、ここら辺でちょっとアイテム捨てちゃうかな。ここら辺で落として、どれぐらい落としたらいいんだろう、これぐらいかな。うん、で、ここで取引をして、下って降りてちゃダメなのかな。で、一旦ねここら辺の薬と先ほどの物資、いただきましょうか。ここら辺は、優先的にいただきたい、いいもの持ってると。さらにダメか、これはちょっと欲張りすぎなのかな。これぐらいしかないよね。ショベルとかってそんな価値ない？あるんだ。いやでもな、どうしよう。これを持ちすぎかな。こっちとちょっとパーツ交換しとこう。ダメか。じゃあこれが限界か。一旦これで取引を成立させて、で、アイテム。あとスロットが2つ空いてるか。この下って降りても大丈夫？特に何も言われない？あ、じゃあ、あさってもいいんだね。あ、鉄格子だ。いや、あの先怪しいね。アイテムいっぱいありそう。何もないか。で、この先は行けなくて、ノコギリを次回じゃあ持っていこう。ん？ここに何か調べられるものがある。なんだ？壁に文字とか、文字と？ハンコかな。世界最高の犬ロクシー、ここに眠る。ああ、墓地ってことか。で、こちら、ん？別の建物があるぞ。ここは入っても大丈夫なところかな。特に誰もいない。あ、外側から鍵がかかってるか。じゃあ下から行くんだね。下から入っていくんだ。ここも？あ、こっち入れた。オッケー。じゃあちょっとあさらさせていただきましょう。よかったね、こっちまで来れるから。何もないか。ん？ここは、あ、ガラクタ、瓦礫がある。じゃあこれを今回どかしていこうか。下に人がいるのかな。何かあるぞ。ネズミだったらいいけど、
人だったら何か喧嘩とかに、なんか喋ってるな。喋ってるぞ、人だ。危険な人じゃないといいんだけど。さあ何がある？タバコか。あ、これ欲しかったんだ、ちょうど。よかった。で、これも持てるだけ持って、また次来た時にいろいろね、いただきましょうかね。結構ありそうだよ、ここ。ゴミか。上は？行き方がわからない。あ、やばい。あ、怖がらない。見回ってるだけ？あ、本当に？よかった。だったらいいんだけど、銃があるから怖かったよ。ちょっとね、物資の方、あさらさせていただきたいと思います。さあ、どうだ？ゴミか。この先は？特に何もなし。で、こちら側がきっと出口だろうね。一旦ちょっと走って、危険がない人だったら、ちょっとね、こちら、走らさせていただいたりしてね。あ、ここにガラクタ。で、こちらの扉がね、開かなかったんだよね。ちょっと、内側から開けちゃおうかな。役に立ちそうなものはないか。で、あ、閉じられてたんだね。ここをちょっと開けとこう。次の時のために。まあ、ノコギリでちょっとこの地下室の方も開けたいけど、まあ、それは次回ね、持ってきましょう。で、地下。さあ、どうだ。あ、瓦礫がある。瓦礫はどかしておこう。2箇所もあるな。どうだろう。2箇所壊せるかな。2箇所壊したら今日帰ってもいいのかな。で、そしたらショベル次回は持ってこなくていいのかな。さあどうだ、いけるかな。時間が間に合うといいな。さあもうちょっと、ここショベルでちょっとどかして、もうちょっとだけ物資を持てるものだけ持ったら帰りましょうかね。さあどうだ、頑張ってお父さん、もう少し。よし。さあここには何がある？時間もだいぶ来てるね。ガラクタ。ちょっと持って帰れそうなものがないな。大丈夫かな？さあこれでもう帰らないと。これを置いてガラクタにしてもいいのかな。いやでも木材も持って帰らないとな。いや、ガラクタ。よし、じゃあこれで出口走ろう。また明日も来よう。まあ、こっちもたくさん調べれるところがあるし、まあ、あとあの教会の下のところもね、人がいるっぽいけど、あされるところもあるかもしれないからね。よし、じゃあこれで帰りましょう。さあ今夜もね、無事帰還でございます。大丈夫だったかな、お家の方は。ただそれだけが心配です。19日目。アントンの怪我も良くなってるといいけど。ん？娘だけ？お迎えは。襲撃か。みんなのものを奪おうとした。強盗に襲われた。攻撃した輩は非常に過激だった。しかしそこまで損害は受けなかった。運よく仲間は全員が武装していた。誰も怪我はしなかった。しかし結局たくさん持ってかれてしまった。あー、缶詰2つとタバコか。まあこれぐらいだったら大丈夫だよ。アントンの調子はずっと良くなっているようだ。様子を見てみよう。あー、よかった。なんとかよかったみたい。で、ブルーの、あ、ブルーのお酒が。で、アントンは先に寝てもらおう。アントンゆっくり休んで。怪我もしてることだし。で、ブルーのは、ちょっとね、お酒。水がないな。大丈夫かな。お水がなくなってきてるな。これはちょっと水を重点的にどうにかしないとまずくなってくるね。お酒もだいぶ作りすぎちゃったかな。で、ブルノにはね、ちょっとアップグレードできるか見てみましょう。さあどうかな。娘とお父さんはね、今日も会話してる。あ、よかった、アップグレードできる。よし、じゃあこれでアップグレードして、これで燃料少なくて部屋を温めることができるんじゃないか。食べ物が欲しいって言ってる。あ、お父さんちょっと話そうか娘と。大丈夫だよ。で、ブルノがね、下で、コン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 作っております。大丈夫、心配しなくてもいいからね。さあ、これで暖かくなる。あ、燃やすものがないって言ってる。燃やすものなくなっちゃったか。木を切った方がいいって言ってるね。
そうだな、もう使えるもの、うん、ちょっと木材を1個じゃ燃料にして。証人の人来ないかな。来てくれるとすごく助かるんだけど。で、部屋が寒いな。早く入れよう。これで、あ、燃料入れたか。うん。じゃあブルノには先に寝てもらって、お父さん空腹で疲れてる。そうだよね。まあちょっとご飯食べてもらおっか。でも娘にはね、一人でちょっと遊んでもらって、で、一応燃料もう一個ぐらい作っといた方がいいかな。あ、誰か訪ねてきた。あ、取引か。じゃあちょっと待って、先にお父さんお肉を取ろう。お肉もこれ取引材料になるから、え、お肉をちょっといただいて、それから、うん、取引しに行きましょう。で、先に罠を、うん、どれがいいかな、普通の肉、うん、こちらで罠を張って、で、ここまでねガッと走ってもらおう。いやー、よかった。ちょうど、あ、その前にお父さん、やっぱお酒、うん、アルコールがちょうどできてたわ、よかった。で、あとはお水、うん、またお酒作って他の物資に変えれたらいいのかな。で、これで取引。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。